インフルエンザを予防するには、手洗いが重要です。まず、手洗いの効果を高めるために、爪の長さを確認してください。爪の中には想像以上に、たくさんの菌やウイルスがいます。手についている菌やウイルスの80%から90%が、爪の中に生息していると言われています。 3ミリの長さの爪の中には、個人差もありますが、340万以上の菌やウイルスがいた事例もあります。また、実験では、爪が長いと通常の手洗いをしても、菌やウイルスはほとんど落ちないことがわかっています。なので、爪を短くすることもインフルエンザの予防につながります。 インフルエンザを予防するには手洗いを正しい手順で行う必要があります。流水で手を濡らすのは微生物汚染のない綺麗な水で手の表面の汚れや菌やウイルスを落とし石鹸の泡立ちを良くするためです。石鹸をよく泡立てて様々な手の部位を強く洗うのは 泡の力で指先や角質の奥まで入り込んだ菌やウイルスを取り除くためです。また手は複雑な形をしているので洗い残しが発生します。洗い残しがないように決められた動きで洗いましょう。すすぎの目的は 泡の中に浮き出た菌やウイルスを洗い落とすためです。手洗いは繰り返し行うことで菌やウイルスの除去率が上がるので、手洗いは2回しましょう。すすぎ終わった手の水分はペーパータオルで拭き取るのが理想です。ペーパータオルは乾燥だけではなく、水分に残った菌やウイルスを拭き取る目的もあります。 よく手を乾燥させる理由は、アルコール殺菌の効果を高めるためです。水分が残っていると、殺菌に有効なアルコール濃度が薄まってしまい、殺菌効果が薄まってしまいます。手をお椀の形にして、反対の手の甲で押しながら、アルコールを水たまりができるくらい出します。 指先を殺菌します。反対の手にアルコールを移します。指先を殺菌してから手洗いと同じ手順でよくすり込んでください。手洗いの正しい知識を身につけインフルエンザを予防しましょう。